おはようございます。まずはセレスのタイトルコール言っていいですか。言いましょう。セレスのニュージェネビーキー、イエーイ。まず1点言わなきゃいけないことあるんですけど、すいませんでした。先週すいませんでした。ちょっと諸事情により、僕いなかったんですけども、今回から2人以上で出ますんでお願いします。お願いします。はい。でやっとやな。まず、先週見た人はいるかもしれないんですけども、まずちょっと僕らがどういう人間なのかとかいろいろ紹介していこうかなと思います。はい。で、まず僕が、名前がマキーイザヤっていうんですけど。いや違いますね。あそこと違うし。あ、本当だ。ライト中さん間違ったんで、ちょっと読みにくいんですけど、上僕が、マオで、いやこっちがすいません、セレスの七瀬ゆみきです。僕が小鳥遊びマオです。いややばいな、これ初めて見た人絶対勘違いしてるわ。あ、本当に。多分ね、下の文字ね間違えちゃってるかもしれないけど、 LINE ID ね、逆ですね。うん、僕が姫木です。姫キングまで違う、姫キングまでそれ出てるのマオだったけど。で、僕が何やりんだこれ。いや、もう普通に自己紹介とりあえずした方がいいんじゃないですか。自己紹介はじめましてでしょ。あ、好きな女の子のタイプから言っていいですか。いきなり行きますね。行きましょう。いや、もう進めましょう。じゃあそれで行く。好きな女の子のタイプけど、なんかある。俺はまあ、女の子はみんな好きですけど、まあ、そうですね。これを見てくれてる人は好きですよ、僕は。はい、そういう体なんですよ。見てないやつは嫌いだ。さあ、見ろみんな。今日2人だぞ。ないの、誰でも好きなの、女子。そうですね、まあ僕に会いに来てくれてる子以外興味ないですけど。あ、それは好きですね。あ、そうなの。社長はじゃあどうすか。俺、はい、好きな俺はみんな気になってますよ。いや、これもう全然ショートカットですね。普通っすね。ガチのやつですね。あ、みんなガチのやつですこれ。酔っ払った時に社長が日本酒飲みながら言うやつです、うん、ショートカット。いいじゃん、ショートカット。まあ、ショートカットはいいですね、でも。なんかね、中途半端がムカつく。なんかロングが多いじゃないですか。はいはいはい。ロングって誰でも似合うんですよね。あ、まあ、正直あんま可愛くないブスでも似合うんですけど、うん、ショートカットは本当に可愛い子しか似合わないんで。自信持ってるんですね。めっちゃガチやん。主も、主もか、主もショートカット。なんでショートカット好きです、僕も。ショートカット好きだったんだ。イエーイ。いや、わかんない。長い子も好きやし、短い子も好きやし、中途半端ななんとかってこういいけども、まあ似合ってる子がいいね。あ、うん、なりに、なりに似合ってるやつ、ね、まとめましたね。ああ、チャラい、チャラい、チャラくねえわ。まとめ、はい、全員好きです、じゃあ社長は。結局嫌いなタイプは。嫌いなタイプは、うん、女から聞く。ぐいぐい来る、なんか、うん、男を立てれんよ、ガチなやつ。男を立てれんガチなやつ。はい、なんか女が上みたいな。誰だ、 LINE 連打してるやつ。いや、わかんないですね、多分変なキャスです。先週に引き続きこのくだり前、先週もしたんですけど。へぇ、そうなんだ。それです、今から待ち伏せ、へい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 。まあ、コメント基本的に拾わないんでお願いします。拾いましょうよ。コメントしてくれてるんだ。コメント拾わないです。もうね、なんか連打してるやつで規制かかるから気をつけない。ガチなやつでいくと逆に嫌いな、あ、言いましょう、うん、俺の嫌いな女、はい、いや俺の嫌いな女は、まあそうだな、俺のこと好きじゃないかな。ぐい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 。まあでもそれさっき言いましたもん、俺。ああ、言った言った言った、はい。まあ、なんかちょっと似てるんすよね。2回目、似てるんすよ、僕ら、ちょっとタイプとか。逆に好きな男とか、さすがに、まあ、ゲイではないけど。そうっすね、まあでも好きな男はなんか男同士が楽しい男です。男同士が楽しい男。え、女となんかあっても
男の方に来ちゃう。ああ、いいね。そんな感じのいい、ね、ダメな男です。仲間思いのやついいよね。ああ、最高っすね。で、ちょっとなんか男気ある的な。なんか最近何ひよっこが多いですからね。ひよっこというか、なんかその肉、何草食男子。ああ、いますね。多いじゃない。間違いない。好きじゃない。クラブゲイからじゃねえよ。ピップから来ましたって、何が。ピップから来んな。誰だ。どういうことですか大体でも変な気がするですからね。で僕らまあ全然20代なんですけど、まあ見てる人大体20代ぐらいでしょ。まあさすがに小学生とかいないと思うから、この時間の中にいるかもしれんのか。いや、いないでしょうね。興味ないでしょ。小学生は俺らに絶対小学生、中学生、高校生ぐらいの女子に言うけど、まあ、本当ホストクラブは楽しいとこだから。うわー素晴らしい言っていいですか。ぜひ18、いや20歳ぐらいになったら来てください。はいはいはい、ちゃんとお金持ってね。はい、お金持ってこないとつまんないから、ホストクラブ。そうっすね、お金ないと楽しくないの。1000円で来るやついるけどね、1000円だけ財布の中にいてもあんま楽しくないから。いますね、初回でも。いる。財布の中1000円しか入ってない人、何が起こって歌舞伎町来たのかよく分かんないけども。いや、ほんとマジビッタリ。せめて1万円ぐらい持ってきてください。マジビッタリみたいなやついますからね。いや、もし逆にね、男が見てると思って僕言うけど、もし君たちキャバクラに行きます、3000円で入れますよってとこに3000円あって、おし、ぴったり3000円あるわって行く。いや、行かないでしょ、絶対行かない。絶対行かないでしょ。ってく、普通に。なんかね、感覚バクってるやついるから、ちょっとそれは正しなさい、もう。その方がいいと思う。初回1万円にすればいいんだよ。それはね、ちょっといろいろ怒られちゃうからな。でもやっぱりね、全国のその中学生に言いたいんですけど。中学生に。中学生に言いたい。中学生に。中学生に言いたい。もう高校は行った方がいいですよ。いやもう楽しそう。はいはい、どうぞ。聞きたくないですけど。あ、やっぱいいです。やめます。あ、なるほどね。高校はまあ行った方がいい。言うなればもう大学は僕から言わせてもらうと、大学は出る意味ないです。ない。本当に。いや、意味ない。大学しっかり出て今水商売やってますけど、大学の知識ゼロです。いらないですもん。もうね、進学考えてるやつとかね、進学校行っちゃったやつとか、お疲れ様って感じ。楽しんだ方がいい、楽しんだ方がいい。さっきからなんで俺らガキに向けてさ。最終的に楽しめた人生は。あ、まあまあまあ、そうだね。全年代通してでしょ。やっぱね、勉強した時もあったけど、遊んでる時のね、記憶しかないもん、全然。ないですね。思い返しても。そう。遊びに本気になれるやつが仕事にも本気になれるでしょ。背景がすげえ。いいっすね、ニューヨークね。くどいね。押してくれてるでしょ。俺の写真とかにできないですか、これ。おできるの。マジかっこいい。いい。あ、セレスのやつあんなら、セレスでいいよ。セレスで。速報、初回1枚に変更。しねえわ。やばい。しねえわ、誰だよ。でも来た子はマジ熱いっすね。あ、まあね。来た子は熱いっていうか、もうなんか。わかりやすい。いや、逆に1万円しか持ってないかもしれない。いや、ごめん。なんで、あ、初回ね、いまだに初回500円とかタダとかいうところあるからね。あ、そうだよね。ちょうどね、先週までちょっとうちのビルがね、セレスのビルがエレベーター使えなくて、まあみんな階段で上がってくれてたんですよね。で、その間だけちょっとタダでやってました。やってましたね。まあ、タダなら来るなって感じの感じで終わりましたけど。ダメでしたね。いや、それ思ったんですけど、今その初回500円とかタダとかいうとこあるって言ってるじゃないですか。はいはいはい。で、先週うちもエレベーターがいろいろあってタダやったけど、やっぱり100円でもお金取った方がいいと思うんですよね。あ、0円なら0円の接客しかできないんで。なんかいつ入ったかいつ帰ったかまで分かんなくなってた。間違いないです。回転率みたいな。会計しないから何したらいいんだかよく分かんなくなってもう。代わりに何回も階段上りをしすぎて、みんな足ちょっと太くなった。ちょっとみんなね、いい感じで、まあ、やっぱね、ホストやってるとね、運動不足になるんです。すごい、やばいっす、ね、大概太る。だから男子女子気をつけてね、本当に気をつけましょう。みんな、女の子も飲み来て大概太っただろうに。いや、本当そうですね。みんな太ってくね。いや、俺も先週のことをきっかけに、はいはい、まあ、エレベーター直ったけど階段で来てますもん。僕何し、利益高いんですか。いやいや、エレベーター使っていい。いや、使ってないっすね。使って綺麗になったの、エレベーター。うちに来た人。ああ、そうだよ。どうなの。めっちゃ綺麗になったエレベーター。わかんないよ、俺見てない。すごいよ。
もうあの手かざすだけでね開くからね。おお、うん、自動の入った瞬間もう店だから、ね、エレベーター、あらエレベーター入ったのにもう店だな、素晴らしいぐらいもうすごいエレベーターになってでね、高速ボタンとかついててね低速ボタンのすごい、あの気に入らない回があればね、あの全然止められるから、ね、素晴らしいですね。高速ボタンで耳キーになりますけど、すごい。この間パッて押して間違えてさ、すげえ行っちゃって、はい、10回行っちゃって、はい、パッて入ったら俺に来ちゃった。おい、あのビルの10階社長の家なんすか。そう、聞きましたか皆さん、あ俺ん家10階だからね、あんま言わないように内緒ね、お風呂場でお風呂場で行きましょうじゃん。10階、いや何歳ですかね、さっきからすげえ来るけど、これは答えないでいいかな。まあいいでしょ、流せば。あの逆に何歳ですかって答えて、なんか得あんの俺は。なんでいきなりそんな敵なんすか。いやいや、なんかリスナーに、いや分かんないけど、さなんか年聞いてもうめっちゃ、おい蛍、お前蛍、いやあの大体蛍なんですよ、あの ID。 何、いやあの ID 覚えたぞ、蛍の ID。 速報、階段からエスカレーターになりましたと。ああ、覚えたぞ。お前暇人やなあいつ、仕事しろよ。え、大変だろ今。なるほどね、仕事しろ。そういえばさ、真央ってさ、なんでポスト始めたの。真央っすか。まあそうっすね、まあ、いろいろ理由はあるんですけど、まあ、まあ一言で言うなら、まあリスナーさんもね、ずっと俺が話してたら多分飽きると思うけど、一言にまとめるなら、歌舞伎町の女の子をまあ呼んでましたね、僕は。いや、テキーラは別に入れなくても、入れなくても大丈夫なんですよ。ね、入れます？いやいや、入れない入れない。絶対入れない。ガチでしかもちゃんと見えるやつじゃないですか。いや、お茶とかでいいっすって。ごまかせますって、ごまかせますって見えてないし。あ、本当に？あ、セレスになった。イエイ、やった。できんじゃん。よかった。やばいね。うん。よーし。行かないですね。行かない、行かないです。行かないです。あの後ほど、後ほど。後ほどね。あのさっき、あのあんま言いたくないんですけど、あの真央が緊張して、あの始まる前にやべえっつってテキーラ飲んでました。はい、そうですね。まあ逆なんですけどね、この方がテキーラ飲んでました。あの先週、まあ見てくれた人は分かるんですけど、ちょっと社長諸事情にいなかったんで、その反省とともにテキーラグイグイしてました、営業前に。ここのびっくりしましたね。ね、頭おかしいんじゃないかなと思ってました。すいませんって飲めばよ、うん、全然タイミング間違えちゃった。タイミング間違えてるし、グラス2つ持ってきた時点で、うん、こいつはバカなのかなって思ってました。普通に全然思ってましたよ。おいおい、何すかテキーラグイグイ、テキーラグイグイしよう、グイグイしよう、すごいな。なんかみんなテキーラ好きなんだね。あ、でも社長はなんでホストやったんすか。俺はね、長いと思いますけど、長い。僕はあの今27、あ、言っちゃった、27なんですけど、あのホスト始めたの18歳の大学1年生の5月ぐらいかな、うん、あのもう9年前ぐらいなんですけど、あ、そう、友達とあの新宿にちょっとホストやろうぜみたいな、うんうん、ちょっとイケメンの友達がいて、まあ、そいつしかいないんだけど友達が、はい、はい、息を続けましょう、笑わないで。なんかそれで、まあ、一緒にちょっと新宿行こうよってバーって言って、で新宿行きました。すごいいっぱい人がいて、まあ、すごいねって、こんな地元のね大学の駅じゃこんな人いねえよって、はいはい、わーって言ってたらスカウトされて、おー、うん、ホストの人なのかな、わかんないけども、さすが、でぜひうちに来てくれ。あ、わかりました。あ、すごいね。やっぱ俺らイケメンだからスカウトされたよみたいな。で、そのまま当日もう今から行こう。うん、うん、まあ学校終わった後なんで夕方の5時ぐらいかな。うん、バーって歩いてって、まあ10分ぐらい歩いたら着いて。で、まあ店内でちょっと面接しますんでって。あ、わかりました。面接、まあ、店内バーってやって、ちょっとちっちゃめのバーみたいなとこで。で、そこ入って、まあ給料の説明とかして。あーみたいな、1万円ももらえるのみたいな、1日1万円もらえるよ、はいはいはい、いいっすね。お客さんちょちょってやったらもう2万円3万円すぐなるよ、行きたい、すごい店だなと思って。で待ってた、その後、うん、あ、じゃあちょっと待っててって言ったら、たら従業員の方かな、出勤してきて、はいはい、あー、新人くんみたいな、あ、そうですみたいな、おーみたいな、覚悟あんのって言われて、うんうん、うわ怖い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 、はい、頑張ります、
つって。で、まあその人を通りすがるときに、まあ5月ぐらいなんでね、まあ今と同じぐらいですけど、まあ半袖だったんですけど、その人がここに女の子の名前彫ってあって、男の人の、まあその人の女の子の名前彫ってあって、ちらっとで行っちゃったの、うん、なんか女子の歪みがあってたんですよ。ちょっと 怖いねっていうような話をしてたら、まあスカウトした人が戻ってきて、はい、さっきの人ね、ナンバーワンだよみたいな。え、ナンバーワンなんだよみたいな。そうだよみたいな。まあ結構大変だからね。じゃあ、今からやっていくみたいな仕事。あ、これがいわゆる体験なんとかみたいな。はいはいはい。はいはい、わかりました。で、わかったっつって。じゃあ今からもうできるから待っててって言われて。うん、いや、まだその時点で5時なの。え、5時からやるんだって。ホストクラブ夜からだと思ったら5時からやるの。早いですね。うん、あ、めっちゃ早いわ。で、待ってた。バーッ、うん、なんかした方がいいですかみたいな、はいはい、結構店内何も明るいまんまで、なんか汚いまんまだから、はいはいはい、え、なんかしないんですかみたいな。ああ、いいよいいよみたいな、くつろいでて、鳴るまでみたいな、うん、うんうんみたいな、鳴るまでみたいな、うん、鳴るまでって何ですかみたいな、うん、あ、電話鳴って、来たら行くみたいな感じだから、はい、あれみたいな、うん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 、なるほどっすね、はい、これなんか違くねみたいな、うん、え、これあれ店内、え、ここじゃないんですかみたいな、あそこにお店に行ってやるのかなみたいな、まだギリギリね、まあ、ギリギリ若いんでね、まだ知識もないですから、あれあれあれみたいな、あの出張ホストだったんで、ね、やりました、ちょうどイエーイ、グイ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 、いや、よかった。初っ端じゃ出張ホスト始めたんですね。いや、出張ホストだって分かって、はい、慌てて逃げて、後日ホストクラブ、あの、またちゃんとしたの行きました。いや、もうびっくりした。一番最初に本当に出張ホストの面接をホストクラブって言い切って、もう騙されて、はいはいはい、やっぱけどそれで入る人もいいんだって、実際に。そうなんですか。うん、危うくナンバーワンのこれ見る、見なきゃ俺もう絶対やってたかもしれない。ならもう日給1万あれですね、この世の中にはホストイコール出張ホストって勘違いしたまま働いてる人もいるかもしれない、ね、いるかもしれない、本当に。だからこれがマジで、あの、なったらっていうその、うんうんうん、その言葉で分かんなかったら、もう下手したら俺はまだ出張ホストやってたかもしれない。いや、危ないっすね。危ねえわ。出張ホストはちょっと、まあ、いや、怖かったわ、ね。まあ一番最初の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 名前、ひめきになる。俺、僕18からひめきなんだけど、あの、ひめきにするその出張ホストの時の名前がせいやだった、はい、なんかあのありきたりなせいな、ホストっぽいですね、ホストっぽい、誰でかっこいいのつけようぜとかって言ってたよもう気づいたらこんなパッパラパな名前になってしまってね、あの今でも至るんだけど、いやでも今の話で、うん、体に相手の名前の墨入れる人多いですね。あー、そうなんだ、いや理解できないですけど、ここある、全然ありますよ。へえ、あるんだ。いや、で、なんか名前はまだ許せるんですけど、まあ、これ見てる人も多分一人はおると思うんですけど、うん、名前ならまだしも、うん、昔浜崎あゆみのマークを入れてる子めっちゃいた。いたわ。いや、これ絶対田舎の子は、いや、一人は絶対見たことある。いるいるいる。腕とかに浜崎あゆみのなんかロゴ入れてて、いや、あゆ何してんだよ。お前は大丈夫かと。あゆ電話する？あゆ、いや、知り合い？うん。あ、じゃあ、いいっす、今日は。やるぞ。いや、だパニックになりますよ、みんな。あゆたんじゃないの？あゆたんじゃないですよ。え、誰ですか、そのブス。いや、中学時代の友達いや、絶対放送事故みたいになるし。いや、誰だよ、電話。おい、ふざけんな、ふざけんな。誰だ、電話。ちょ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 、電話鳴ってますね。あ、あゆだ。いや、絶対違う。見てるの？あゆ見てんの？嘘でしょめっちゃタイミングいいやん、びっくりした。あゆから電話来たわ、やばっ。何？入れ墨入れてるホストさんの写真ちょっとね、幻滅するよね。ああ、間違いないですね。どう？入れ墨入れてるホストとか。俺はまああんまり好きじゃないですね。ああ、ほんと？親からもらった体だぞと。ああ、一言言いたい。僕、ロザコンなんで。なるほどね。はい、ああ、俺ね、僕4兄弟なんですけど、あのガチなやつが、うん、で、あの、今までお客さんには2人って言ってたんですけど、まあ、実は4兄弟なんですけど、あ、僕一番長男で、まあ兄弟みんな入ってないんですけど、入ってなかったんですよ、入ってなかったんですけど、はい、あの、4個下かな、妹いるんですよまあちょっとあの家庭の事情で、まあ、親が離婚した際ぐらいの時に、
な、多分ただ あの入れたかっただけのやつを、うん、まあ、ちょっと親のせいにしてみて、グレたんですね。グレちゃって、うん、入れてくるわって言って、いや行っちゃった、どうすんのかなって、マジで行ったのかな、うんうんうん、で、まあ、そっからちょっと仕事忙しくて、妹とも連絡取れてなくて、はい、夏ぐらいに久々バーン帰ってきて、まあ、ほんと入れたんみたいな、バッて背中見たら風神と雷神が、マジっすか、うわーみたいな、いやそれは嘘でしょ本当にドカーンってやってる、いやもう何も、マジっすか、これ家住み入れてる人に対してもう何も言えなくなったもん、身内に風神と雷神いたらもう何も言えねえわと思って、それこれで言って妹さんの立場大丈夫ですか、あいつもう全然余裕でツイッターに風神雷神載せてるから大丈夫、やばっ、はぁバカよもうあいつ、いきなり初心者風神雷神行く、いや行かないっすね、せめて誰だお前名前入れてるやつ誰だお前ちょっとコメント面白そうなやつ拾うから、じゃあ一回 CM 入りますどうぞですが、東映社員に、確かに今回の件私のミスで発生しました、しかしヘルプについて強引に会おうとまた事実、今回無事回収できた暁には東映社員にあなたに土下座してお詫びしていただきたい、ねえねえブラックソードの初回無料行ったらじゃじゃーん、これもらっちゃった、なにこれ羨ましいでしょ、欲しい、いやあげないあげない、まあまあ、ブラックソードで待ってます、なるですか。あ、かしこまりました。もうお店着きました。はい。じゃあ行きます。わかりました。一人で行きますね。じゃあそうしましたら、社長今ちょっとお仕事の電話してる。19時ぐらいでもいいですか。ちょっとマホ君ね。社長とかもしか、毎週、はい、とりあえず今2回目の放送なんで。これから何人もいろいろ出していこうと思います、キャスト、はい、来週はねちょっと出したい人がいるんで、まあ最後にね、その人出てくれるかなみたいな感じで行くんでちょっと待っててください、真央くんは20、そう、おー、コメントでやり取りすんの、じゃあもうどうすんの、俺見ときゃいい、真央くんは23っすね、はい、今年4になります、そう、いや、びっくりしました、ん、何、進めてはもっとびっくりしました何すか、いや、今ニコ生見たね、求人電話、マジっすかありがとう誰ありがとうめっちゃ面接話してない、そう、面接でしたね、はい、ちょっと、今から来るそうです、今、19時ぐらいに来るそうです、やばっ、すげえ、このすげえナイトチューブ、すげえ、マジっすか、え、ガチこれ、嘘か、ガチでしょ、多分ガチやけ出たんでしょ、ガチやない電話出てたやんって話変わってきますよ、うちの担当さん28だから、社長さんの一個がどうした、いちいちその質問なんだお笑い芸人の下手なツッコミかと、いや、なんかいちいちそれ言うってさ、なんか意味あんのかな、まあ確かに、セリスのためになる話をすればいいと思う、君たちは、ね、よくわかんないね、振りとかいらんから、他店の話は別に興味ねえからな、やめよ、そういうの、なんかコメントが、さっきコメントの質問でコメントで答え出てましたから、えマー君何歳、マー君は23だよっていうコメントが来て、あ、本当に、あ、いいね、どうした、あ、春一って書いてある、春一ハルチ手振って、ほら、ハルチ、ハルチ、ハルチ、お前声よ、ハルチ、ちょっと一回映ろう、
え、やだ、シャイなんで、ね、なんで、あ、同伴、あ、分かった春一誰だよ、まあ、確かになるヤスク、ヤスと平野くん出して、あー、平野ね、把握してないんですけど、俺誰ですか、平野、知らんの、はい、うわ、お前、うちのキャスじゃねえやつの名前出すなよ、てめえ誰だ、お前平野だよ、平野、すごいな、見たことねえわ、知らないの、平野、いや、全然見たことないですよ、そんな、春一、そろそろね、夏になっちゃうから名前変わるんだよね、そういえば、そうなんですかね、終わりますか、たぶんそれだけちょっと先に告知をして教えておかないとね、はい、6月から、6月の、あ、違うわ、だいたいあの学生が半袖になる時ぐらいに、はいはいはい、春一も名前がね、夏一に変わるから、イエーイ、よいしょ、まあ、ちなみにね、まだ春一知らないから、この話これで見てるもん、春一まさか、え、俺名前変わんすかみたいな感じになるかもしれない、うん、え、変えていいでしょ、だガチな話、たぶんあいつが一番気にするのは、名刺変えないとなってと思うリアル、リアル、名刺変えないといけないけど、この前頼んだばかり、なんだ、70万円ぐらい残ってるし、金かかるし、はっみたいな感じになるじゃん、たぶん、もう大事、結構ね、名前とか大事なもんな気がするけど、そう、名前は絶対大事、僕もこれ、やるときに、ああね、変わったよね、そう、今月からちょっと僕ごとなんですけど、ちょっと幹部の方に役職が上がりましたよ、マジ、はい、うわ、すごい、社長が知らないんだ、じゃあ俺誰につけられるの面白い、で今月からあの、ただの今までのはカタカナのマオやったんですけど、うん、今までは、うん、あの今月からちょっと役職いただいたんで、小鳥遊びマオになったんですよ、へぇ、はい、あの時も生命判断もしてますから、マジ？名前の通りになんか育つらしいですよ、生命判断曰く、人間って、え、本当に姫木やったら姫木っぽくなるみたいな、 あ、意味は何なの？意味はまあちょっと長いんで来週言いますね、あ、来週だ、はい、貯めるねいや、こう長いんで、あ、まああとナイトチューブさんで言ったらあのちょっとね長々なっちゃうんで、あのコメントであの一人遊び回ってくれて、おい誰がオナニーやお前ふざけんな、うちの守るじゃねえんぞお前、ほなにしてよ、一人遊びって書いてあるわ、しかも一人遊び真岡で、はい、あの ID 出てるけど蛍分かってるぞお前、分かってんじゃねえかよ、もうお前のコメントは分かってんだぞこっちは、おかんもおめでとう、ありがとうございます、すごいわ、みんな来てね、昇格祭、すごいすごい、イエーイ、いつだっけ、あさってだっけ、あさって昇格祭ですね、あー、はい、早いね、そうっすね、玉がちなみに4期出る、4期もあんの、はい、すごいね、重ねんのやっぱ、いや、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、じゃあ、ティーちゃん5個ぐらい、ティーちゃん5個か、うん、やんないほうがいいね、そしたら、そうですね、やんないほうがいい、小学生キャンセルでならやんないほうがいいね、あさって来る子はやめよう、ひみきはどこからつけたの、あ、僕は、うんうん、友達が、その間違えて出張ホスト始めちゃうギリギリでやめて、うん、で、その後入ってとこで友達が一気って名前にして、俺、酒結構一気強いから一気にする1にキサキの気にして、お前はみたいな、お前何でもいいよみたいな、2期とかでいいよみたいな、3期とかで何でもいいよみたいな、それじゃちょっとつまんないから、俺一期の期で女編使った姫みたいに使ってるから、お前姫木とかですればみたいな、あ、じゃあ俺姫木でいいやみたいな、ぐらいと、まあまあ今社長名前歌舞伎で結構知れ渡ったのに、その由来はやばいでしょ、だから危うく2期だった、いやもう絶対売れてなかったです、2期、いやもうめっちゃすごいでしょ、何2期って、いや普通に社長とか慣れてなかったですから、2期とか、マジ、はい、あー、全然かっこいいじゃあ、よかった、姫木いいっすね、名前、あ、ほんとに、ほんとに、お、なんかこれ、うん、いいコメント来ましたよ、何歌舞伎だよ探せよ、はい、そうでしょ、来るかもしんないじゃないですか、いやいや、だってあそこだよって言われて、あー、そうなんだって分かるぐらいのコス狂いなのかどうかを先に聞きたいまあ、JBL4 回、あ、言っちゃったJBL4 回って言ったら分かんの分かるんかな、いや、分かんないでしょうね、うん、JBL あの有名な、奥の方ですね、奥の方、そうっすね、うん、奥の方、変なこととかできちゃいますね、うちのビル、北海道の方っすね、いや、やめていいっすか、じゃあ歌舞伎のホストしに来たんですけど北海道ならやめたいんですけど今すぐにでも、お世話になりましたお世話になりました来週はあの、マオ、違う店舗でやってます、ナイトチューブ誰か移籍、あの、引き抜きとか今、チャンスですよ、お、いいね
俺もね、2期で、ね、2期で2期と3期で、ね、3期でやるのお前せっかく考えたのに一人遊び魔王そう、一人遊び一人遊びオナニー魔王もういいぞ、オナニー魔王でなるほど、ね、何でもいいよ、もう速報って間違えちゃって先書いちゃってうんホタル間違えちゃったホタル、お前もうミスしてもすぐバレるんだぞてめえ ID 変えてもバレるからな多分あいつ今大変なんではいはいはい動揺してますね何いやまあちょっと大変なんで大変あ、ホタルちょっと今大変なんでね何いやなんか俺もなんか歌舞伎町の噂で聞いたんですけど噂はいまあ、うちのナンバー3でここにねいっぱいコメントしてるちょっとなんかおいハートじゃねえぞてめえうちのナンバー3でねここにめっちゃコメントしてるちょっとホタルっていうなんかテンション超高いなんかハイなやつがいるんですけどまあ顔はかっこいいんですけどねそいつがあのなんかネットで今遊ばれてるみたいであ遊ばれてんだうんまあ詳しくはちょっと言えないんですけど、うん、おい自分で言ったあいつすごい本営をデニッキーで暴露されるマジ方そうなんか叩かれ出したらしいんですよマジまあでも叩かれるっていうことはやっぱ愛がね愛があるからその分愛があるってことなんで逆に叩かれないやつビビるいや愛ないんだよ誰もお前に興味ないってことで叩かれないやつサブ担当ぐらいで終わってるってことだ、ね、ああサブサブぐらいでしょうね結局デニッキホスラブ叩かれないホストはやめた方がいいぐらいだうんそこまでもうあれ勲章みたいな思ってますもんねそうだね、うん、僕ももう最近こすれできた時はめっちゃ嬉しかったあいいねここにコメントしてるやつは多分絶対そっちにもコメントしてますからねあそうなんだ一言言いたいもっと叩けよ俺のこすれせっかくできたのに早い終わるのが40何件目でもうずっと更新されてないぞマジ誰かがあげって最近書いてくれたらしくてあげってのもうネタねえじゃんなんか言えばネタよしネタ言いましょうネタ言えば昨日何してたとか言えば昨日、うん、5個ぐらい転換してたぞ多分いや6個かな普通やん社長日向出勤しました知らんわんなリアルタイムのやつやめろお前ひろとよリアルタイムすぎたわ久しぶり誰だお前日向って覚えてねえわ後で会うよ後で会う出勤してなさすぎてもう覚えてねえわ後で会うてめえ出勤しろ後で会うでしょバカ野郎社長昨日何しましたか俺もう昨日もずっとキャバクラ行ってたうん毎週似たようななんか天気っすねあずっとキャバクラおい毎週キャバクラバカ野郎仕事してたわこれ見てるキャバ嬢多分覚えてますよ何あ私のとこ6人ぐらい思ってます私のとこ来てたもん、ね、全然もうあれ一人でドライブ行ってた寂しい寂しいやつ普通に嘘でしょそんなもん絶対嫌やわ嫌だかな毎週天休ってあんますることないですよねやることないんだよねあんまねあのねここに書いてる子はちょっと天休誘って俺ら毎週2人で飲んでてちょっとね全然ちょっと遊ぼってくださいもんね、うん、全然断るけどね人見知りだし誘われたいだけですもん人見知りやけおい俺っすね困るけいや俺っすね雑雑ん雑何しようといやこれ九州のやつ見てたらマジキレられますよあの九州なんですよそうなんですよね福岡なんですよねいたのが福岡からこっちに来たんですけど、うんはい、あそうなんだなんか、社長がめっちゃバカにするんですよね社長とマキさんっていう内勤さんのマネージャーがいるんですけどまあ、飲むっけ見てるやつはマジキレてますし、はい、やだよねあの九州、北九州マジで一回道端に手榴弾落ちてた事件あったんでマジやばいっすよ、本当にやばこれ見てる人はやばいっすへ、ね、怒ってます九州はだってなんか酒強いらしいじゃんそうっすね、うん酒に関してはまあ歌舞伎町で負けたことはないです僕はマジそうですね俺でもテキーラ飲めないんですよね本当に九州すごいよねそうすごいと思うよマジでマキの名前を出すでないこれマキあこれマキや WC がマキこれ店のパソコンっすね多分マジ店のパソコンからコメントするにって言ってましたもんあそうなんだ部屋面の時作業しますって俺には来てたけどあ嘘ですね作業しますって言って大体作業してないですねマジでケイちゃんも大体作業してないですこの間パッて見たらニコニコ動画見てたからふざけんないや今まあこれねナイトチューブなんで1個ぐらい暴露しようかなと思ったら、うん、ケイちゃんこの前めっちゃ忙しそうにあのうちの内勤さんで先月ぐらいまで
プレイヤーだった、はいはい、K 君が今内勤なんですけど、へえー、そうなんかめっちゃ忙しそうにパソコン見てて真剣な顔で、うん、喋りかけづらいなみたいな思ってて、何してんのかなってパッて見たんですよ。家探してます。店のパソコンで。おい K マジ家探しました。はい、車掌に暴露。 K 君見てる？今から怒られるよ。てめえやったなお前。あれは何なの？スーモなの？なスーモなの？やったなお前。せっかく俺昨日休む日お前の家探しに俺不動産待ってたのにお前この野郎。ケーリアにやったな。うん、もういいよ家探してあげない。探し、いや自分で探しますもん。ちなみにこれマジ聞いとけよお前ら、嘘じゃないからな、営業中だぞ。言ってやったぜ。後で怒ろ。言って、あ、それじゃ付き合いますよ。お疲れ様です。マジか、やっちゃいけないね、そういうことは。あ、そう、あの、今回45分ぐらいやってます。多分45分か50分か1時間半か2時間か、なんか2時間ぐらいは出るって聞きましたね。分かんないですね。僕同伴今日6件かぶってて全部店前にしてます、そのために。ここ2時間あるって聞いてます。マジ、はい、いやいや同伴しろや。飯食い行けや。いやいやいや、ネギシっすね。こいつ入ったばっかの時店前同伴するやつはクソだって言ってたけど。まああの幹部にもなるとこうなる。いやでもね、これやっぱリスナーさんの意見も聞きたいけど、店前同伴ってありえんくないと思わんすか？確かに、ね、金払ってるのね。そう、同伴料払ってんのに店前ってふざけんなって思うでしょみんな。俺は絶対それはしないって決めて働いてましたね。いや本当に働いてました。ました。で今は、まあ、してますね。ああ店前。なるほどね。でもあの店前やけど店下に向かい行った時の喜び方は多分歌舞伎町で一番喜んでます。あ、ありがとう。この間家いた、家いても聞こえたもん。あれみたいな。マジっすか、今魔王喜んだかみたいな。あの10階の家っすか。うん、おい、響いてきた。いいっすね。ビビった。あれ社長でもさっきコメントでなんか家の話してる時に、うん、あの静岡県の家みたいな出てた。静岡住んでた。流しましょう。流しますね。家大事だわ。なんかあのこの前決めたやつないんすか。もえ、何がお題、うん、お題いっぱいあるよ。そういえばあのカンペ作ってきたんだけど、カンペ通り一個も進んでなかったっすよ。やばい、全然、うん、全然作った意味2時間ぐらいかけて作ったんだけど。いやそうですよ、うん、あ、うちのグループ行ったことあるとか聞くんだったわ。あ、答えなくていいよ。答えなくていいんですか。どっちかがそういえばお互いに年を聞くとかいろいろ書いてあるんだけど答えちゃったし、うん、進行通りじゃない。だいたい答えてますね。でリスナーさんに年を聞くとか書いてあるんだけど、ああ別に答えなくていいですか。小中学生ってことでしょ。さっき言った小中学生しか見てない。見てない、うん、まだちょっとまだ社会的に不適合なやつしかいない。小中学生しか見てないんやったら、じゃあ5、6年後に期待して今俺ら放送してるってことですか。そう、二十歳になった。全然俺の鎖骨すごいぞ。鎖骨、鎖骨ベッチ多いもんな、うん、俺のうなじと鎖骨と耳の裏の匂いすごいぞ。ゆえ加齢臭ですか、うん、出てきました。あ、お父さんやばい。お父さん姫木っていうことですね。なんはないです、アピールポイント。マオスかないっすね。え、え、なんか強いてあげる部分はないっす。もうあのまあ言ったじゃ、頭のてっぺんからこの水虫の足の先まで全部水虫っすね。水虫、この前あのドクターフィッシュにちょっとね、ドクターフィッシュってみんな知ってるかな。なんかドクターフィッシュって言って肌を食べる魚がおって、なんかそれにマキさんって言ったんやけど、まあ治ったっすね多分。水虫治った。親指食べた瞬間魚2匹ぐらい死んでましたけど。深っ。毒が。ドクターフィッシュごめん、あん時のドクターフィッシュ。よかったね、お前はドクターフィッシュの分まで生きろ。よし、あいつら寿命7年ぐらいあるんで。結構長い。今14年プラスされてます、ね、わあ、もうすごいわ。あ、
これみんなが気になる質問来てるんじゃないですか。ひめきっていじってるの顔。顔？お前かっこいいっすね。いや、5億ぐらいかけたよ。5億ぐらい。ちなみにうちの兄弟みんな同じような顔してるから。そう。5億ぐらいかけたから。計20億ぐらいかかってるな。やばいっすね。ビビったわ。20億だ ?5 億かけすぎてちょっとデコが来た。いや、大丈夫です。みんな多分リスナーさんは映像の社長なんで、デコ広くて最近ちょっと頭皮気になってる社長のことだと気づいてないです。気づいてない。気づいてない。ハゲは隠せてます。マジ負けるな。お前ハゲってマジ言うな。じゃあ一つですか。放送中で一つですか。テキーラもう3倍4倍ぐらいのって結構今ガチな感じで怒ってるやつ。お前マジハゲって言うハゲ。ほらもう怒ってるってみんな気づいてます。お前ハゲはダメです。ハゲは違うぞ。もう一個違う可愛いやつ言う。可愛い。いや、ないんすか。バーコードですか。バカ野郎、いいよ、それなら。バーコードですか。オッケー。ひめき怒りの。ひめき怒りのハゲ。今、顔のとこ出ましたね。本当に結構、全部ネタで行きたかったんだけど。妹、今度ゲストで出ないの。いや、俺もそれ思ってたんすけど、社長の妹ね。あいつ、全部ぶっ込むからね。怖いんだよ。ぶっ込むらしいんですよね、噂によると。ぶっ込むの。で、お店にもね、前の社長がお世話になったお店にね、遊びに来たことあるんじゃないかっていう噂も入ってたんですよ。全然余裕で、あのお客さんホストの時にお客さん家に連れて行くと、あれお前と違うじゃんみたいな、何々ちゃんどこ行ったんみたいなのをさらっと言うっていう。やばいっすね。あ終わったみたいな。すごっ。すごい勢いで、あの紐解かれてる関係が。やばい、それは暴露で、俺も、あ、俺みたいな感じっすね。じゃああ、行きましょう。こんな危ない話は置いといて、うん、そろそろ終わりなんで、じゃあ告知します。ああ告知しよっか。告知しましょう。ね、ちょうど、今日からね、1週間、チーム対抗戦みたいなイベントをやってます。で、終わった後23日からね、合同営業あるんで、あの他の店舗さんとね、あのよかったら、あの見に来るなり、あの見学するなり、ちょっとしに来てください、うん、ぜひ力になるし、励みになるんでね、お願いします、はい、ってことなんで、じゃあ明日ちょっとあの暴露されたやつとかちょっと見たいね。そうですね、まあやけ来週はね、ちょっと暴露された人、あ、暴露された人というか、まあ、暴露したい人出てもらいましょうか。あ、そうしましょう。じゃあ出てくれるかな。いいと思う。懐かしい、いい、懐かしい、懐かしい、もう終わったんだな、あの人、あの人。ではね、じゃあまた来週お会いしましょう、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、また見てください。バイバイ。おー、やべえ、時間間違えた、時間間違えた。いいでしょう。早かったっすね。チーン。残っている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだため。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。